ャンネルでご紹介するのはこちら、マキタの充電式ヘッジトリマシリーズ MUH-010GRDX、 MUH-011GRDX、 MUH-012GRDX です。今回こちらの3種類をご紹介します。片刃式で刃の長さは 500mm、600mm、850mm の波長です。充電式ですが、エンジン式を超える圧倒的なパワー、 40V マックスリチウムイオンバッテリーの対応機種です。グリップ位置を重心線上に配置しているので重心のバランスが良くなりました。取り回しが軽くなり作業がしやすくなりました。 40V マックスバッテリーとハイパーブラシレスモーター搭載により、18V の従来機と比べて切断パワーが約 20% 速くなりました。低回転制御により回転が落ちにくく粘り強い作業を実現してくれます。カット数は毎分5000回転と高速で刈り込みを行います。ボタン変速で作業に合わせてストローク数を3段階で調節可能です。エンジン式のヘッジトリマと比較しても充電式のヘッジトリマは軽量です。こちらの図でも 1.3 キロも軽量です。プラス最軽量で軽い取り回しを実現、長時間の作業でも疲れにくいです。こちらのヘッジトリマは方針構造を採用しています。5箇所にラバースリーブを配置しています。ラバースリーブによって振動を吸収します。低振動になり作業者への負担を軽減します。騒音値は MUH-010G と MUH-011G は 91dB、 MUH-012G は 94dB。 騒音が気になる現場などにおすすめです。ブレードはヤニがつきにくい特殊コーティング刃を採用し、肉抜き軽量ブレードで刃先が軽いので取り回しがしやすくなっています。1充電あたりの連続運転時間が4時間40分となり、エンジン式を超えるラインタイムを実現しました。マキタの充電式ヘッジトリマシリーズ MUH-010GRDX、 MUH-011GRDX、 MUH-012GRDX をご紹介しました。ぜひよろしくお願いします。上田金物。